ははいい、えー、さんこんこにちはエンゾーです10月9日 youtube よろししくお願いしますまずは昨日あの FX 戦略会議というイベントを参加させていただいたんですがまあ、その時多くの投資家の皆さんにお目にかかって「朝会い見てるよ」みたいなことをおっしゃっていただけた方いっぱいいたんでちょっとすげえ励みになっちゃって。 まあ、昨日の戦略会議お目にかかった方もたくさんいたんですけど、すごくみんな熱量高くて、えー、ちょっとおサプライズでしたね。えーまあ、非常に楽しい会でした、えー。ご参加どうもありがとうございましたということで、えー、とりあえず私、エえゾ、ー、とインターバンクで25年ぐらい、シティバンクとスタッチャンで、えー、為替ディーラーやっていました。でまあ、10年ちょいぐらい前に、 皆さんと同じようにいい個人投資家になって、今は主にいい FX、うんに、日本の個別株、日経22 5先物オプションの取引をやっています。で、まあ、合間にこんな風に情報を配信しながら、CNBC とかラジオ日経出てますんで、今後ともよろしくお願いします。はい、ということで、今日は、えー、こういう統計のおさらいし,しつつ、えー 金曜日の動きき見ていきたいいたと思いますまずは予想を上回る米雇用統計でリスクオフにというこのタイトルですね。でまあ、予想より強かったですね、非農業部門、えー、前月の31.5万人から26.3万人ということで、これ、一応赤と青に分けられてるんですが、赤がまあポジティブだったところ、青がネガティブだった材料を出しています。 でこれ予想25万だったんで、36.3万点あごめんなさい、26.3万というのはそれほどなんですが、やっぱり失業率が3.7からここ3.5に低下したことですね。これ大きかったですよね、史上最低ぐらいのところということで、まあえー、っと7月の時もそうだったんですけどね。で、えー、あとは有力失業率、これパートタイムも含むものなんですが、有力失業率が、えー、低下した、7から6.7に低下したんですけど、これ、 えっと、ここ、フルタイム雇用っていうのが増えてるんですね、フルタイム雇用、このように、前月から1億3233万人から1億3266万人に増えてて、これ、ポジティブなんですが、パートタイマーの人が、えっと、2720万人から2623万人に減ってるんで、もしかしたらこれ、その人たちが減ってるっていうことだけで、えー、失業率が全体が低下したのかもしれない、ちょっとここら辺わかんないですね。 あとは、長期失業者率ということで、これは27週以上失業している方、これは低下した 18.、18.8%から18.5%に低下した。まあ、これはポジティブなことですよね。ただ、労働参加率、これですよね、62.4からまた62.3に低下。先月はちょっと上がったんですけどね、低下しちゃいました。でこれね、 例えばニュージーランドとかって68%なんですよ、確か日本もそのぐらいかな。で、割と先進国の中でもそこら辺、高いところは67-8%ぐらいというところなんで、この米国の62%台がいかに低いかってことがお分かりいただけますよね。労働参加率っていうのは 働いてる人とお今は失業してるけど職探しをしてて、えー、もし職が見つかればすぐにでも働こうという人まあ労働市場にいる人っていう見方ですよねこの割合がアメリカ極端に低いんですよ先進国ではということはどういうことかっていうとなんかもうみんな働かないやっていう人が結構多いってことですよねそうするとこの失業率が低下する一つのわけってこの要は ここが減減ってくるるると失業率減る可能性もあるんですよね。まあ、なぜならば職探ししない人とかっていう人がえ出てきちゃうとそれ労働できる人なんだけど労働市場にはその参加してないということで失業率の分母が減っちゃうんでそうすると失業率は当然低下しますよねだからあんまりいいあの失業率の低下じゃない部分もあるちょっとそこら辺 これだけでは分かんないですけど、そういう部分もあります。はいえー、とそこら辺がえっ、ー、が、要は早期退職者が戻ってこない、いつも言ってるんですけど、アメリカ、ここ30年でダウなんか2000ドルから4万ドルまでいったわけですよねで、不動産も上がってるし、えーっとまあ、債権利回りもすげえ低下したんで、債権買ってても儲かったはずなんですよね、まあ、直近は1年はあの債権下落してますけど。 ってとことはやっぱり1990年代大,学大卒、まあ、卒業して社会に出た人たちってこの30年ですごい資産が普通にやってれば 401K みたいな積み立てをやってればすごい資産を形成したはずなんでそういう人たちはもういいや、あの退職だ早期退職だってなっちゃってその人たちが戻ってきてない可能性があるんですよね。 まあいいですよね、早々と、なんか50代とか40代で退職できる人はね、まあそういうとこもあります。あとは、まあ、これあの8、7月分が1.1万人増加したってことも、ちょっと非農業部門雇用者数が増加したってこともポジティブでしたよね。ただ、時間当たり賃金が32.46ドルということで、前月比0.3%。 前年比で5%ということで、えっと、これは前月の5.2%から低下してるんで、時間当たり賃金が低下してる、あるいは平均労働時間も変わってないっていうことは、これ徐々にもしかしたら、えっと、雇用バブルも崩壊しかっていう、まあ、雇用が非常にタイトなところも、えっと、終わりつつあるのか、まだまだでも高いですよね、まだまだ堅調なんだけど、えっと、この前、えー、お話ししたように、 あの求人者数も、えー、減ってきてますので、えー、150万件ぐらい、今回減りましたよね、この求人数、ここですよね、1117万件,件から1005万件っていう減ってるんで、やっぱり徐々に雇用市場がタイトなところも、だんだんこう普通に戻ってきて、あの大盤ぶる舞もなくなりつつあるスタートになってるのかっていうところがあるんで、そうなってくると、 CPI も低下する可能性っていうのがあるんで、それはそれで長期的にはいいんですけど、やっぱり短期的にはまだ強いっていうことで、金利は上昇しちゃったっていうところはありますよね。これ見ても、白人の失業率が3.2から3.1、ネイティブアフリカン6.4から5.8、アジア系2.8から2.5、ヒスパニック系4.5から3.8と、総じてマイノリティの人たちの えー、失業率も低下してるんで、えー、とやっぱり強いは強い、短期ではね、ただ、バンブルバイは終わりなのかなという意味では、今後、来年にかけて、やっぱりうーん雇用も悪くなって、えー、アメリカの景気減速する可能性というのは十分あるかなというところなんで、まあ、そこら辺は注意が必要かなというふうには思います。はいえー、雇用統計のおさらいは、まあ、こんなところなんで。 それで、じゃあ、えっと、アメリカ、どういうふうな動きになったかっていうのをちょっと見ていきたいと思うんですが、まあ、ウィリアムズ、ニューヨーク連銀ンン総裁、インフレ抑制のためにやれることは多く残されている、その過程で失業率が上昇する可能性が高い。カシュカリ、ミネアポリス連銀ンン総裁、インフレは過度に高すぎる。まあ、ここら辺の高波のコメントがあったんで、 えー、2年歳利回りっていうのは上昇しましたよ、ねあ,のまあ2年歳利回りだけではなくて10年歳利回りも上昇したわけなんですがまあこんな感じで、えー、と再建利回り上昇して、えー、10年歳の方もこんな感じで上昇してまあそうなってくるとダウが上 まあ、ヨーロッパも上昇しましたね。ドイツ2年債利回り1.8から1.86%。これですよね。じわーっと上がってますよね。で、えー、ソックス,ストックス600指数。まあ、これ、欧州の600銘柄ぐらいなんですが、これも1.18%下落というところですね。で、ドルインデックスが0.6%上昇。で、アメリカの2年債利回り。 上昇10年債利回り上昇ということで、ダウ3指数揃って大きく下落ということで、えー、ドル高、債、え、券、ー、利回り上昇、えー、株安ということで、まあ、これが今のリスクオフの動きですよね。これが戻っちゃいましたよね、あの週前半、結構ね、あのー、ISM が弱かったりして、おこれは利上げが、との、あのあ、ー、利上げとのかじゃなくて、利上げ減スピード減速するかみたいなんで。 だったんですがちょっと言って好意的になってしまったということで、昨日はこうやってダウ、えー、が600ドル、ナスダックも3.8%、SP500 も2.8%下落ということで、まあ、こう総じて結構、真っ赤っかになっちゃいましたよね。あのテック系の株とかは、えー、と結構落ちてるっていうところですよね。うん で、フィア r a n ド Greed i n d e なんですが、まあ、こちらも28から22に低下ということで、エクストリームフィア r になってき,きてますよね。これ、ちょっと前まで15ぐらいだったんで、そこからは上がってるんですけど、だいぶやっぱりエクストリームフィア r の領域に落ちてきたっていうことは、かなりマーケット、やっぱりネガティブになってる。で、ビッグ数も上昇しています。31.36%。パート。でも最近600ドルぐらい落ちても、 昔みたいに、まあ、その、絶対、絶対数、絶対額がでかくなってますんで、あれなんですけど、35%とか40%近くまでいかないんですよね。で、やっぱり株価が落ちる時っていうの,はあの、反発する時っていうのは、一度でかい下げがどんどんときて、ビックス数がやっぱり40%とか40、40%超えとかあって、うわっ,っていう感じで、このフィアグリードインデックスもゼロ近くまでこう落ちないと、 底打ち感ないんですが、今ちょっとだらだら、だらだら落ちてるんで、これやっぱり一番嫌なパターンですよね。うん。まあそんなふうに昨日は思いました。ドれーも145円乗っけてしっかりしてきましたよね。で、介入警戒感あるんで、これどうなるか分かんないんですけど、まあちょっと今週はドル高またやりそうだなっていう感じですよね。こう上がっっててきてやっぱりポンドとか えー、ユーロも下げたっていうところで株価見るとダウン見てみましょうかでこれ今週1週間の動きなんですが前半上昇したんですが8割ぐらい下げちゃってますよねまあここはねちょっと嫌な動きですよねこんな感じになってますえっ、ー、と先週の安値からは 結構反発しましまたよね、ここ2日間、日経もそうなんですが、まるまる8割ぐらいに戻してる、SP500 も似たような形、ナスダックはもうほぼほぼ安値けんまぐらいまで落ちてますよね、日経225も、えー、と昨日2万6700円ぐらいまで金曜日落ちてますんで、結構ここ、日経平均も上昇したんですが、やっぱり2万7000円台中盤を超えないと無理でしたよね。うーん。 ということで、来週、まあ、今週かも週明けはやっぱり下落が進むんではないかなという感じで、まあ、今週、CPI あって、日々日々、あのー、アメリカのやっぱり今は指標に振り回される展開ですよね、まあ、これ、しょうがないかなと思うんですけど、CPI に向けてやっぱりちょっと最初はネガティブで、えー、落ちてって、CPI がまた弱かったら、また反発するっていうこともあると思うんですけど、 ちょっと CPI 待ちの動きになるのかなというふうに思います。まあ、あの、これ等計に関してはこんな感じで、えー、っと、あとは、そうですね、えー、っと、日経新聞で今日の雑談、久しぶりに雑談なんですけど、まあ、雑、雑談っていうのは雑談と、あの、うん、雑談と、あの、合わせてるんですけど、まあまあ、えー、っと、ちょっと、 そうですね。えー、っと、なんか面白い記事あったかなみたいなのを見ながら、えー、っと、見てたんですが、そうですね。これ、どれでしたっけあれ、どこ行っちゃったかな少しお待ちください。 手際が悪くて申し訳ないっすうんあれえっ、ー、と面白い記事あったんですけどねそうですねえっ、ー、とうんこれどんどんね あれどっか行っちゃいました。ちょっとすいません。えー、っと。<laughs> はい、すいません。えー、っと、ありました。ちょっと敵は悪くてすいませんね。えー、っと、これですね。金融センターの,あの争い、質から。 量、えー、から失礼東京16位に体調鮮明ということで、まあ、よくねその、岸田さんも、えー、と日本に投資してくれみたいな感じで、えー、ロンドンで説明しましたけどこの、やっぱりアジアの金融センター争い、世界でやっぱりロンドンがナンバーワンで、ニューヨークナンバーツーだったんですが、今ちょっとロンドン、ブレグジットの影響で、えー、っと結構パリがこう増えてきたり。 でニューヨークが今一番になっててということでアジアはやっぱり中国の影響が強まるっていうことで、えーとまあ、シンガポールが3位に香港4位になったっていうことですねでこれ香港がやっぱりその一国二制度が由来だということで日本にそこら辺の人材が来て日本はアジアの金融センターみたいな、えー、とことをえっとことを かなり、まあ、今でもそういうことをこうやろう東京アジアの金融センターにみたいなことをやってるんですけどこれ見ていただいて分かるようにかつて1位ニューヨークロンドン2位で3位東京みたいな感じだったんですが今これが16位だそうですねえっ、ー、とシンセンが9位ソウルが11位シドニーが13位ここら辺にも抜かれて、まあ、当然香港とかシンガポールがアジアの金融センターとしては今一番 えー、筆頭なんですけどそこには大きく水をあけられて東京ダメですねみたいな感じなんですよもうこれかなりね僕はいつもいつもここでも言ってる愚痴っちゃってるんですけど東京絶対に金融センターになれないって言っていつも言ってるんですねそれやっぱりシティバンクとかあの世界的なグローバルの銀行にいて、えー、っとやっぱり東京の地位が、うん、1989年のバブル崩壊後ひしひしと落ちてくってのはすごく感じてるし まあ、な,ぜがなぜダメなのみたいなところもありますよね。で、株式市場は東京にはいっぱいまだ企業があって、えー、と株を買う人もいるんで株、エクイティに関してはすごく、あのー、外資系の企業も入ってきてたんですけど今、日本の債券って、ね、利回りが0.25%、10年債でもそんな債券誰も投資しないですよね、世界ではね。 あとは為替なんかは、えー、と同じ時間帯であればどこでやってても同じじゃないですか例えば株式市場だったら東京に、あのー、発行体、えー、債券とか株を発行するところがあればその東京にいる意義外資系金融が東京にいる意義っていう投資家も発行体もあれば、あのー、あるんですけど為替なんかはあのー、取引だけなんでどこでやっても同じなんで東京である必要ないんじゃないみたいな。 ことはもう1990年代からもうずっと言われてるんですよね。でそういうなんか東京不必要だよねみたいなところがそのグローバルで活動してる金融機関にいると必死と感じるんで東京やばいなーみたいなねその頃僕もシティにいたんで東京いらないってなっちゃうと俺たちクビみたいな感じで思うじゃないですかだからすごくそこら辺はあの国内でしか見てない人にとっては全然わかんないことだと思うんですけど。 東京の地位っってすげー下がってるんで,すよ、ね、でこういうこういうとあの円蔵ねあのちょっと古い言葉ですけど非国民じゃねえかとかって思う方もいるかもしれないんですけど全然そうじゃなくて俺は東京がアジアのナンバーワンどころか世界のナンバーワンになってほしいんだけどいや絶対無理だなっていうそのねまあ政治とやっぱり金融機関のトップにいる人たちが はっきり言ってバカみたいな感じで、無理、能力ないから無理でしょっていう感じで、なんですよね。で、なんかね、株ブ町にも上物立ててね、あの、東京金融センターにみたいな感じで、全然そういうことじゃないっていうんですよね。で、何かっていうと、これ見てください。その、やっぱりあ、なんで香港とかシンガポールがアジアの金融センターになれるか。で、ニューヨーク、ロンドン、シドニーでしょ。まあ これちょろちょろアジアのもあるけど結局、えっと、ヨーロッパでもパリとかフランクフルト経済ではドイツが圧倒的に強いのにイギリスなんか経済今ガタガタじゃないですか何でフランクフルトとかあのデュッセルドルフ要はドイツが金融センターになれないのそこを考えればよくわかると思うんですよなんでロンドンなのみたいなやっぱりロンドンが世界の中心だったってこともあるんですけどあのお金って英語を話すんですよね あの国際金融の場では英語を話すかじゃあ英語できればいいんですか違うんですよあの要は国際金融のプロトコールあのベースになってるあの法律とか枠組みって英米法なんですよ要はアメリカとかイギリスで通用する法律のもとにあの成り立ってるんですよねですからまあ日本って法律家の人に聞くと結構ドイツの の体系とかフランスの体系とか英米法も結構入れたりしてるんですけどそこの部分がやっぱりダメなんですよねやっぱりだから今皆さん使ってるプラットフォーム Google とか Facebook とかありますよねで使わざるを得ないじゃないですかその金融のプラットフォームってあの金融っていうかあのそのネットのそれと同じことなんですよその世界で主流になってるプラットフォームプロトコールが それになってるのにそれに抗ってもしょうがないんでまずそこをいかに彼らができるようになるかやった上でまあ英語なんかはね後か全然後からでいいと思うんでまあそういうことがやっていかないと無理なんだよなと思ってるんですけど全然そこは多分誰も,誰もっていうかそこを変えなきゃ無理だよねっていうので僕はちょっと東京はの地位はますます下がると思うんでまあ悲しいなっていう感じがします。 そういうことを例えば勉強するのに結構この本面白いですよね黒木亮さんの「国家とハイエナ」この本面白いんですけどどういう本かっていうとあのヘッジファンドなんかで国の借金とかそういう国の債権をすごい安く買い叩く人たちがいてそうすると 例えばアルゼンチンの債権とかそういうのを二足三文であの母家の5%とか10%とかであの買い取ってあの借金返せって,っていう国家にあの借金返済を迫るわけですよね。でそうするとなんかあの返せないじゃないですかそういうあの、まあ、破綻っていうか財政が破綻的になってる国って。そうするとその そういう国の例えば原油産油国、これナイジェリアかなんかだったかな、そこの債権買い取って、えー、あの借金改正ってやったんですけど、返さなかったら、そのナイジェリアの原油を積んだタンカーがシンガポールの港に入った瞬間に、その,あのタンカー差し押さえてあの、借金返さなかったらこれ返さないみたいなことをやるわけですよ。で、なんでシンガポールかっていうと、シンガポールだと、英米法のベースで金融の,あのとか、そういう法律ができてるんで、 そういうふうに、あの、借金返せってっていうふうに、単価を差し押さえた場合、その債権者が有利。言ってみれば、債権差し押さえたヘッジファンドの、えー、裁判所が、その、訴えを認めるんですよね。これが、そういう法律体験になってないところで、えっと、単価差し押さえても。 それは駄目ですよって無効にされちゃう可能性もあるんでまあ結局そういうことなんですよねまあそこら辺の体系を整えてなおかつやっぱり英語が喋れて外国人がここに働きに来てあのうまく働けるようなところまあなんといってもやっぱりその強い銀行があって 日本の再建利回りが上昇してきてお日本ってあの投資すると面白いじゃないっていう投資案件があってそういうことをトータルで考えないと絶対無理なんでうん悲しいな日本にはいっぱいねいいもんがあるのにっていうとこなんで今日はそこら辺をこの記事でねあの見てあのすごく。 今更ながらにね、ちょっとはね、アジアとシンあの香港でアジアとシンガポールと競ってたんですけどね、ちょっとかなり水をあけられちゃったみたいで、寂しいな、まあね、なんていうのかなそのさ、先ほど冒頭で申し上げたように、昨日戦略会議、FX 戦略会議ですごい熱量の高い、レベルの高い個人投資家の人たちとお話しして、僕も結構インスパイアされたわけなんですけど、そんな結構素晴らしい投資家がいるのに、 あのー、なんでみたいな、なんでっていう、まあ、結構そこですよね、日本人はよく優秀だって言われてるんですけど、個々人はすごい優秀なんだけど、組織とか国全体になると、うーん、っていう感じで、まあ、ちょっと、今日の雑談は愚痴ばかりになってしまって、暗い話なんで、ここら辺でやめときます。 ま,あまたご興味あればあのコメント欄とかに入れていていただければ本紹介したりそういうこともしますのでよろしくお願いしますということでこの動画良ければいいねボタンとチャンネル登録まだの方があればチャンネル登録ぜひお願いしますなんかあのスペシャル対談をこう前半後半で上げたんですけどあまり人気がないようで楽天ウォレットの松田さんと話したやつなんですけど結構これ面白いんですよね前半特に 昨日後半挙げたんですけど、まあ、後半は結構仮想暗号資産の話も多いんですけど前半はインターバンクの松田さんもインターバンクディーラーだったんでその介入の話とか、あのー、インターバンクの話をお互いにしたんでそこら辺面白いかなご興味あるかなと思ったんですけどもしそういうのにご興味ある方がいたらこのスペシャル対談松田さんの第一弾とかを見といていただければいいかなみたいなことを。 思いますのでよろしくお願いします。じゃあそれでは皆さんえっ、ー、と良い休暇をお過ごしください。